ございます。かっこいいギタリストの竹下敦史です。今日ご紹介するのはこちら、ビニールのシートですね。よくコンビニエンスストアとかいろいろなお店でこういうビニールのシートでね、お客様との間こういうふうに区切って、ほらで、まあ唾液が飛んだりね、そういうふうにしないように、設置してあるお店さんが多いです。で、私のところも、やはり皆さんに、音楽のね楽しみを知っていただくためにご用意いたしました。ちょうどね、ライトのところにかけられるね、そういうものがあるので、これを設置したいと思います。ぜひね、これで、もっと、スタジオに遊びに来てくださる方が増えればいいかなと思います。それでは、かっこいいダイスの竹下敦史でした。おはようございます。See you soon です。